ただきまーす。ハイチュウみたいな。はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとリピロッと出てるんですけど、じゃーん、西表島のピーチパインのお話です。はい、これ私のウェブショップのトリップハウスでですね、去年も販売させていただいたんですけど、西表フルーツさん のピーチパインです。すごい可愛い。これ去年にもね、紹介させてもらって、ピーチパインジュースに出会ったのがきっかけだったんですけど、そのピーチパインジュースも、多分6月頭ぐらいには販売するかなという予定なんですけれども、その、ピーチパインジュースの元になっている西表島っていう島がね、すごい聖地なんですよね。で、原生林が広がる土地でもあるし、そして人間が住むことがなかなかできなかった土地なので、こう人を寄せ付けない土地っていうのってすごい霊的に大事な場所だったり、地球のその土地のエネルギー的にもすごい重要な場所で、でしかもその人のエネルギーが入り込んでいないから、そのまんま残されてるんですよ、地球のね、大事なエネルギーとそのパワーが。でそういう場所で作られた食べ物を食べるっていうことって、その土地のエネルギーをそのまま人がいただくことができるんですよね。で、西表島は亜熱帯の気候なので、もう食べ物っていうとね、そんなに取れないんですけど、このフルーツっていう形で今回入ったんですよ。で、西表島がどうして人を寄せつけないかというと、歴史的にマラリアが発生する土地で、人が住んでたんだけど、こうマラリアで人が絶滅寸前まで行くっていうような形で、増えたと思ったら人口が減らされると。で、そういうことであんまり人が住まなかったのね。だからこそ原生林が残って、手つかずのまんま地球のその自然のパワーが残っている状態なんですよ。だから土地の振動数も落ちてないし、そのすごくスピリットたちも生き生きしてて、人間のための土地っていうよりは地球のための土地であって、でそこの土地が侵されてしまうと地球にとっても良くないから、こそ人が追いやられてしまうっていう。で、人が追いやられる聖地って実はすごくたくさんあって、日本にも他にもね、あんまり人が立ち入ることができないように守られてきた場所ってたくさんあるんですけど、世界中にもあって、やっぱりこうそこを触ろうとしたら事故が起きるとか、なんかそのそこに関わる人が亡くなってしまうとか、なんかそういうことが起こるぐらい霊的な力が人に対しても作用するほどのパワーの場所っていうのはすごくあって、そういう場所ってね、本当にスピリットの力も強いし、土地の人たちもそこを大事にしてきてます。で、そういう場所にね、みんなが祈りに行ったりとか、そこのパワーをもらえるってことってあんまりないんですけど、このね、ピーチパインっていう形でね、みんなにこうシェアできたらなと思って、今年も農家さんの方の産地直送で、取り扱わせてもらうことになりました。で、このピーチパインすごいめっちゃいい匂いがするんですよ。で、ピーチってつくぐらいなので、パイナップルの酸味みたいなのがあんまりなくて、どっちかというとすごい甘いし、そして果実の方がすごい柔らかくて、ね、もうすごいジューシーで、食べるとね、なんか違う果物食べてるみたいな感じなんですよね。で、このピーチパインを私が入れるきっかけになったのがピーチパインジュースってさっき言ったんですけど、そのピーチパインジュースがものすごく美味しかったっていうのもあるんだけど、飲んだ時になんかね、すごいね、パワーが湧いてくるというか、体の中のエネルギーがすごいこう本来のところにまで押し上げられるような、なんかそういう不思議な感じになって、なんだこれ、このジュースなんだこれみたいな感じになって、で問い合わせたんですよね。そしたらその取り扱ってる方が言ってくれたのが、すごい波動測定をした時に DNA を修復するようなレベルの振動数というかエネルギーがあったって言って、だからその
このピーチパインってやっぱりその西表島っていうそのすごい振動数そうスピリットたちが生き生きしてるその土地のパワーでがそのままここにギュッと凝縮されてて、それから作ったピーチパインのジュースだから、エッセンスがすごいギュッと詰まってるジュースだったんですよ。で、その自然のものを入れただけで DNA が収録されるって何みたいな。だからすごいパワーなんですよね。このこうフルーツを食べるっていうことで、私たちのこう肉体にあるその傷ね、見えないとレベルでついている傷をこう修復してくれるからこそ、飲んだ時に私なんかすごいパワー出てきたんだって思った。なので今回すごい味的にもものすごい美味しいからおすすめなんですけど、やっぱりその西表島っていう土地の聖なる力とかで、その土地のこうパワーをみんなにこのピーチパイン通して届けれたらいいなと思って、またこう販売をさせていただきます。産地直送なので西表島から直接皆さんのところに届くようになってます。西表フルーツさんなんですけど、ピーチパインでね3年に1回しか収穫できないんですよ。それはその土地がこう毎年毎年収穫すると土地が痩せていくんですよね、栄養がなくなって。だから1回取れた土地を休ませるっていうことをして、そして収穫するっていう風にしてるそうなんで、それで3年に1回っていうサイクルで収穫をされているそうなんで、大量生産じゃなくてすごく丁寧に丁寧にその土地のことも考えて作っていくっていう風にしてるので、ものすごいこう土地との循環もなっている状態で作られてるんですよ。だからこそそんな生液でね作ったパイナップルをね販売してね人に届けるっていうことをこうするのって、すごく土地からの許可とかも私は必要だと思うんだけど、この作り手さんがね土地のことを考えて、そしてその食べる人に届けたいっていう愛でやられているからこそ、それをね皆さんに届けることができるんだろうなと思って、そういうこう作ってる人のエネルギーとかも入っているので、きっとこれ食べたら元気になると夏バテ知らずだと思いますので、なんかぜひね食べてほしいなと思います。で、去年も結構買ってくださった方がたくさんいてすごい好評だったので、まあ、去年ね食べた方もまた今年、時期がね過ぎるとこのすごいね熟すのが早いんですよ、このパイナップル。だから時期が過ぎるともう買えなくなっちゃうので、気になってる方はぜひ食べてください。はい、ではですね、急にちょっと3人になったんですけど、今日撮影の日に偶然会うことになったのりえちゃんとデザミが、ちょっと試食に参加してくれます。イエーイ。はい、このピーチパインですね、すごいね、真っ白、白くてねジューシー、桃のような感じなんですけど、どうぞどうぞ食べてください。嬉しい。じゃあのりえちゃんからどうぞ。 ありがとうございます。大好きです。私白いね。そう、白いの。へえ、柔らかいし。はい、どうぞ。はい、いただきます。じゃあ私もかすっと。はい、じゃあいただきます。濃い。美味しい。濃いの。なんか味わいが深くて、すごいね。これ多分、もうちょっと置いたらもっと甘くなると思う。桃だ。そう、桃が美味しい。なんかジューシーやしね。すごい美味しい。美味しい。なんか噛めば噛むほどじゃないけど、どんどん甘さが広がってくる。美味しい。美味しいんですよ。美味しいですね。珍しいね、こういうのは。なんか日本ではピーチパインは石垣島とか、結構沖縄でも最南端の方、沖縄でも最南端で石垣西表島って言って、ちょっとその地域でしか取れないから、糖度が高くなる。ハイチュウみたいな濃さ、分かりやすいかもしれない。そう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 。確かに。なんか前回はね、
家族とかにおみやあの送りたいって言って、自分の家っていうよりは、自分 の, その送りたい人の住所で購入してっていうので、プレゼントしてくれる方とかもいてて、本当美味しい、贅沢ね。細胞が修復されるんやったら、なんか一人で食べれそう言って確かに確かにでもすごいよね、そういうやっぱ自然にちゃんと作ってるこう食べ物っていうかね、きっとこのパイナップルだけじゃなくて野菜とかお米とかでもさ、きっとそうやって本当は人の体をさ、もう本当治す、そうですね、そういうね力があるんやと思う。送ってあげたいかも、ね、消化酵素がね、あれやってる、そうですね、こんな感じちょっと待って、そんな感じで、はい、ぜひ皆さん食べてみてください。ありがとうございます。